2023年10月21日16時4分、外の天気なんですけども、こういうふうにあの光が差し込んでいて、軽く雨が降っています。あの車が通った時の音とか聞いていただいたら分かるかと思うんですけども、まあまあこういうふうな、まあ一部気温なこともある程度神がかり的な力できるはずです。何回も検証してるんですけど、一応今年その琵琶湖での地下水流トンネル発電のことを言っていて、でまあ滋賀県で、大雨が降ったりだとか、まあ、滋賀県に琵琶湖があるんですけども、まあそういうふうな、事例もあります。ある程度のところで対応してできているはずです。今年は水害は少なかったはずですよ。現に台風も直撃、兵庫県はしましたけども、もう他の県行くぐらいだったら自分のテリトリーと言いましょうか。兵庫県で対応した方がいいなと思って、で、兵庫県に台風直撃の日に私は外に撮影しに行きました。河川の、まあ、ちょっとしたところなんですけども、以上です。